はい、じゃあ呉原さん、千人切り、ぜひお願いします。はい、何度か挑戦してるよね。何度かしてます。何度か負けてるってことね。はい、よし、いいよ。一回でも俺が勝ったらこのノートに名前を書くんで、一回でいいんだよ。まぐれでいいからさ、ちょっと頑張ろう。1、2、3、4、5。はい、やりましょう。最初はグッじゃんけんほい、負けだ。お願いします。ドルキサウトルチャージしていきます。はい、ドロー。じゃあね、これを置いてターンエンドです。スペラーフェクトを置いて、うん、はい、アイスとします。赤石と1ブーストします。はい、タイムです。はい、じゃあドロー。じゃあね、これを置いて2コストでブラッドレインを置きます。ターンエンド。カウスポを置いて、うん、ピストメモリーを選びます。はい、うん、そして1枚回収します。うん、じゃあこのカード回収します。うん、カードお願いします。はい、あ、そのままトントンで。はい、じゃあ入ります。タイムね。はい、置きます。じゃあドロー。じゃあね、これを置いて、はい、1コス軽減でヘルミッションを置きます。はい、じゃあブラッドレインで打つしかないか。で1枚ブレイク。はい、ターン。あ、全然だ。うん、それは床2枚見て、1枚は引くか、1枚はマナで。はい、このマナ、じゃあどんどんマナが増える。ターンエンド。若道チャージして、はい、次見せちゃった、うん、上から4枚見て、水のカードすべて、うん、スノーポジェット、うん、はい、やばい、やばい剣だ。いいか、だ、うわ、なんか嫌な人ばっかり来てる。全部手札に変えます。はい、そんで、その後、じゃあ、一番使って、うん、成功すると、マナカード1枚回収。じゃあ、サイドミスト1枚回収。ほーい、そして、手札からバイキンを回す。うん、で、タイムです。はい、バイキンいいの、そんなとこ行っちゃって。あれ、じゃあ、行きますよ。じゃあ、ドロー。じゃあね、これを置いて1コス軽減で骨火を置きます。はい、3枚めくる。1、2、3枚。じゃあね、リーダーを置こうかな。リーダーもらいました。そしてブラッドレインで1枚ブレイク。はい、じゃあフェルミッションでも1ブレイク上から。はい、うん、フェルミッション手札に戻してください。戻るんだ。はい、戻った。で、ターンエンドです。じゃあ、頑張ります。うん、ここも、うん、データ、データ、知ってる。シールドバンドローしてタイムです。はい、嫌いなやつだ、俺の。それで打つとろくなことにならないやつだな。はい、ドロー。じゃあね、これを置いたよ。で、1コス軽減はしない。4コスト、はい、張り替え。はい、張り替えました。張り替えた。そして、ワンブレイク。ターンエンド。張り替え、あ、でもこれクリーチャーみたいな。うん、はい、こっちからコストないかもしれない。1枚使います。はい、じゃあクエストのまま使います。うん、あれ、やばい、もう1枚持ってくのか。うん、じゃあ1枚回収します。はい、4回回収します。うん、カットはどうしますか。あ、大丈夫ですよ、それまで。はい、じゃあスペルサイクリカルにクエストのままで使って、うん、タイエンドです。タイエンド、はい。スペルサイクリカルなんか縛りがありますか。これはこうしちゃいけない的な。いや、破壊されて山札をしたら戻るだけなのね。はい、じゃあドロー。じゃあこれを置いた。1コス軽減、2、4、5、軽減してこうだ。はい、そしてこれが消えた。消え、うん、で、アタック、これだ。はい、そしてブラッドレインでダイレクトアタック。じゃあマラウソ、ニジャトレイクを使って、うん、トリベストのデジャンプ1枚ドローします。はい、で手札1枚捨てます。うん、でバイキン捨てます。じゃあバイキン乗せて、データ、データ、データ、これはどうするんだっけ。手札戻してください。手札戻す。はい、
はターンエンドです。やばいやばいやばい、知ってる知ってる、バイケン出てくる。うん、うん、隠したのにやばいます。また見てる。うん、じゃあこのカード欲しい。はい、はい、そうなんですよ。まあ、うん、取るとサトルちゃんに渡します。はい、取る1枚渡します。うん、手札からバカミちゃんを捨てます。うん、でバカミちゃんの処理番からね、サイドが投げて、クスタマイでバカミちゃんの投げて、こちらを使うカードを使います。うん。あとどうしますか。いや、そのままでいいよ。そのままヤクの捨てられます。おお、そうなんだ。墓地が回復する。うん、なくなるのね。はい、んで？それでターンエンドです。ターンエンド。よし。ブロッカーはいないよね。いないです。いないけど、きっと手の中になんかいっぱいいるんだよな。はい、だよな。ドロー。じゃあね、わかった。1個置いた、はい、3コストヘルミッション、はい、3コストヘルミッション、はい、2人置いた。そして、これでダイレクトアタックという時にこれを乗っける。はい、あ、そういうのします。これをやっつける。はい、うん、で、ダイレクトです。じゃあ、最後見せます。やっとシャッフルします。うん、あ、バイキング取ります。うん、うん、カットアウトしますか。そのままでいいよ。じゃあ、1枚ピクサーです。うん、ゼリシャまで。うん、うん、これは、これを取られて。うん、ゼリシャです。で、ペットショルゴがいい。これはどうなったの。これはこの人に邪魔されたのね。今ブレイクする。今これを縦加えて、ペットゾーンで攻撃を。あー、それでブレイク。あー、わかったわかったわかった。じゃあ、これでターンエンドだね。はい、はい、うん、手札はゼロです。じゃあ、このペースはチャージ。うん、一番の、うん、手札が1ショータイマー使います。うん、相手は手札から好きな数クリーチャーを召喚できます。はい、では手札ないんで、うん、じゃあこちら好きな数クリーチャーを罰を取ります。はい、デュランド出します。はい、デュランドのヤフラとレアカー7もいます。うん、3、4、5。うん、じゃあ先にクリーチャーバトルゾーンに出します。はい、バカミちゃん。もうちょっといっぱいいっぱい出すぎじゃないか、ちょっと。あるんです。で、でサイバーダイスベガス回避。あー、それや、それが一番やだ。で、そんでやられた。しまいます、うん。じゃあ次、呪文処理します。はい、サイレンコンチョルの名前で、うん、またやっぱ一点回収します。うん、じゃあ、あるんですよ。じゃあ、1枚しかありました。うん、ヘビシャムの約2枚です。うん、クイキャーの1枚で処理終わりました。スパイラーハイケアに置いてください。スペルサイクリカを手札に押します。ライトクリーチャー全部手札に押してください。え、全部全部。これ場に離れる能力は使える。能力使えますが、うん、こっちが先なんで。あ、わかった。一応手札の終わってからね。じゃあ先にじゃあ持ってきた。うん、そんでで、デュランドの能力、うん、今7枚のカード全ての処理が終わったんで、うん、自分はゲームに勝利します。え、そうなの。え、どういうことえ、あ、そうなの。はい、え、どういう時に勝利なんだ。今クリーチャーを先に出して、うん、クリーチャーを出したので、うん、先にデュランドの呪文処理が入るので、うん、デュガス廃棄で呪文処理終わりました。うん、でクリーチャー処理の前にデュランド処理が終わったんで、うん、デュランドでクリーチャーのゲーム処理する。へー、知らなかった、そんなの。はい、わかりました。なんかは、うん、はい、よくわかんないけど面白いですね。はい、参りました。ありがとうございます。ありがとうございます。クリアさん、すげー。なんだこれ、デュランド。楽しいデッキですよ。楽しい、楽しいっていうか、バトルコストを知らずに、この人7枚すべてを使ったとき、あ、使ったときに勝つのね。はい、ありがとうございます。すげえ、ありがとうございました。また挑戦します。はい。